まあ、僕個人的に好きなのが右サイドの原選手ですかね、うん、やっぱり、うん、でも練習で見てても一緒にプレーしてても何ですかね、右サイドってやっぱり角度がないんですよね。右サイドというかサイド、山原選手もそうですけど、そんな中やっぱ他の選手とはつけるところがやっぱ違うというか、他の選手だったら近くの選手につけるであろうところをチアゴまで飛ばしてつけられたりとか、それがアシストになることだって全然ありますし、クロスからじゃなくてスルーパスでアシストになることがあったりしたので、うん、なんか見てるところの戦術眼というか、戦術眼じゃないですか、選球眼なんかわかんないですけど、選ぶところはやっぱりセンスを感じるし、うん、すごく好きな、個人的に好きな選手ではありましたね。で、あと一人は、まあこれは